より小さい大相撲7月場所、11日目、24日、愛知、ドルフィンズアリーナ。初日から八区の勢いで10連勝を飾っていた横綱、照ノ富士、伊勢ヶ浜が、関脇、大の里、二所ノ関、に突き落とされて今場所初黒星を喫した。横綱がばたりと前のめりに倒れ込むと館内は騒然、数えきれないほどの座布団が館内を舞ったが、 中にはその座布団などで自らの頭部を守る観客の姿も参見され、久しぶりに座布団が待った、と驚きと興奮の声が聞かれた一方で、座布団投げるな、さすがに危険、といった苦言の声も多数上がった。映像、実際どれだけの座布団が、取り組みの様子、危険ですので座布団は投げないでください。必死のアナウンスが館内に響いた。勝負は一瞬だった。 立ち合い正面から当たった台の里は、素早く右からの突き落としを決めた。横綱の大きな体がばたりと崩れ、館内騒然となると、直後に無数の座布団が館内を待った。様々な角度で座布団が舞う中、危険を感じた館内のファンの中には自らの手で頭部を覆うように守る人、座布団を頭に被って飛んでくる座布団に備える人の姿が多く見られた。そんな様子に、 久しぶりにザブトンが舞った、と驚きと興奮の声が聞かれる一方で、ザブトン投げるな、さすがに危険、当たったらどうするんだ、マナーを守って、といった苦言も多く聞かれた。波乱の11日目を経て、全勝力士が姿を消した大相撲七月場所。大関の琴桜や宝昇龍をはじめとする五人の力士が8勝3敗と星の差二つで追いかける混戦となった。 照ノ富士を破った大の里は6勝目、5敗、を挙げた。アベマ、大相撲チャンネル。